フィリピン、ミンダナオ島長生場とは、ハトメハトカの鳥類の一種で、東南アジアに自然分布する。英名は、ゼブラダブであるが、バードグラウンド、ダブの別名でも知られる。オーストラリアやニューギニア島のオーストラリア長昇場と、及びインドネシア東部の澄んだ長昇場とは、禁煙種となる。これら2種は最近まで長昇場との亜種として分類され、英名においてはよくピースフル、ダブやバード、 ダブの名称がそれらの種すべてに用いられた。自然分布域は、タイ南部、テナセリム、半島マレーシア、シンガポールから、インドネシアのスマトラ島、ジャワ島、バリ島、ロンボク島の島々に渡る。また、フィリピンについても、自然分布であるともされる。長生馬とは、飼育において人気があり、多くの個体群は、カゴ抜けもしくは意図的な包丁のために、 その自然分布域以外にも認められる。本種は現在、タイ中部、ラオス、ボルネオ島、スラワシ島、ハワイ、タヒチ島、ニューカレドニア、セーシェル、チャゴス諸島、モーリシャス、レユニオン、セントヘレナでも見られる。低地地域の低木地、農地、開けた土地に生息し、公園や庭園で一般的に見られる。ガン町業による罠のため、 本種はインドネシアの一部では稀になっているが、本種はその分布域の大部分において普通種である。長生馬とはハワイやセーシェルなどいくつかの地域において最も多く生息する鳥の一種である。ハワイ州、カウアイ島大型の鳥であり、ほっそりとして細長いを持つ。上面は褐色味のある灰色で黒と白の縞模様がある。仮面は桃色味を帯び、首、 胸、腹の両側に黒い島がある。顔は青灰色で目の周りに青い皮膚が露出する。お歯には白藩がある。幼鳥は成長よりい色かつ単色。全長20から23センチメートル、翼長24から26センチメートル。鳴き声は柔らかく連続して断続的にクークーという調子で鳴く。タイやインドネシアにおいてはその鳴き声のために ペットとして人気があり、鳴き合わせ競争が最も良い声を持つ個体を見つけるために開催されている。本種はインドネシアではパーキュートゥットと呼ばれる。フィリピンではベトボータングキャティグブ及び鳴き声の犠牲語であるクロカタックとして知られる。また、フィリピン語ではタクモとして知られ、その名はまたカノコバトや他の野生のハト類に付けられた名称として知られている。ハーシュー マウイ島長生馬とは小さな草や雑草の種子を食べる。また昆虫や他の小さな無脊椎動物を採食している。月脂類のように素早く動き回って、ラッチで竹が短い草もしくは路上で採事することを好む。他のハト類とは異なり、単独、または、つがいで採事する。本種の色彩は驚くほど地面に対して保護色となる。ハワイやセーシェルでは、 ホテルやレストランさらに人家にも飛来して、屋外のテーブルの周りで、パンのくずや小変を採食する。自然分布域における繁殖期は9月から6月にかけてである。オスは求愛行動を行い、王を挙げて広げながらお辞儀する。巣は、早草の養身の簡素な機材である。その巣は、茂み焼きまた時には地面に作られる。1から2個の白い卵を産み、 13から18日間私有により、放乱される。ひなは2週間のうちに巣立ち、3週間後にはうまく、飛べるようになる。ありがとうございます。